はい、こんにちは、文豪です。今日紹介するのはこちら。はい。えー、ローランデールとアブラサスのコラボモデル、ミニマリスト財布という製品です。えー、バリューイノベーションから発売になっております。えー、サンプルをご提供いただきましてありがとうございますといつも言ってるんですけども、実はですね、えー、これですね、バリューイノベーションっていう会社なんですけども、文豪実は、 えー、バリューイノベーションの社員だったりしますということなので、まああの、ある意味インフルエンサーとしてサンプルご提供いただいているんですけれども、まあ、あのそこら辺はですね割り引いて聞いてくださいということで、今日はそんな話です。で、このお財布なんですけれども、まあ、バリューイノベーションという会社がですね、もともとアイディアとか、まあ、それからですね、まあ、何かしらの提案があってですね、 えーまあ、ライイフスタイルがちょっと変わるようなですね、まあ、何かしらの提案のある製品作りっていうのをずっとやっている会社ですね。で、えー、中でもですね、いろんなインフルエンサーだったりとか何かしらの、えー、ジャンルで、えー、こだわりのある、えー、人からですね、 まあコラボで製品を作るっていうことをずっとやっているんですね。で、アブラサスというブランドの中でもそういうことを、時々そういうコラボをやっています。実は、の文具王の文具王手帳っていうやつとか、モバイラーズバッグっていう僕が関わってる製品もあったりはするんですけれども、それ以外にも、えっ、ー、と、開く PC バッグとか、えー、そういう製品が割と有名だったりします。 いうところですねまあそんな感じでえっとまあ、こういうお財布とかカバンとか、えー、そういうものを作っているメーカーがまあ一番大きい仕事かな。で、えー、それ以外にもですね最近はあの富士山の麓と,とかにホテルというかグランピングみたいな、えー、ちょっと変わったホテルみたいなものを建てたりとかもしていて、まあ、いろんな仕事をしているんですけれどもと。 えーいうところなんですが今回これね、えー、ローラン・デールとコラボのミニマリスト財布とでローラン・デールって何かっていうとですね、まあ、カリスマホストというかホストのまあですよねあの現代ホストの帝王と呼ばれているですね、まあ、実業家のローランドさんっていう方ですねとコラボをして作りましたよということで、まあ、こんなお財布になっておりますと。 いうことなんですけれどもなんでローランドさんでミニマリスト財布なのかということなんですけれども r o l a n さんという方は本人が、まあ、ミニマリストでもありであとですねあの最近はよくデジタルデトックスとか言って、あのーまあこうね、スマホとかずっと見てると良くないよみたいな、まあ、ちょっといろんなことに集中するために時々はそういうのから離れましょうみたいな話ってあると思うんですけどそんなことを言われてる。 方だったりしますで、まあ、そのローランドさんのこだわりが、まあ、反映されていると、まあ、単に名前をもらうだけのコラボみたいなことはやってなくて、えー、やっぱりそこで何で、ね、か主張があってそれに対して、まあ、製品でそれに対して、えー、まあ答えていくっていうことをやっているのが、まあ、このバリュエノベーションの製品作りでよくあるタイプなんですけれどもということで,です、ね、今回はそういう思いの詰まった製品ですということです。でまあ、財布なんですけれどもちょっっと変わててまし まあ大きさ的にはですね、まあ、ミニマリストと言いつつ、ちゃんとしっかりお財布です。横10センチで縦が6.5センチということで、まあそんなにめちゃくちゃちっちゃいかっていうと、あのーまあ、まあ小柄は小柄なんですね。すごく大きい財布ではないんですけれども、えー、しっかり。で厚みも2センチぐらいあります。まあ、同じ、えっ、ー、と、まあアブラサスのブランドの中でもですね、えー、小さい財布っていう、まあ小ささ売りの財布っていうのはあるんですけど、それだともう一回りちっちゃくなるんですよね。 もうこれ究極にちっちゃい財布として、これはこれでいいんですけれども、えっとこれの場合はえっとカードとえー紙幣は入るんですけど、小銭が入らないんですね。ということで、まああの最近だとね小銭なくてもいいっていう人もいますよねっていうことでも、こんなものもあるんですけれども、実はこれあの小銭も入るようになっているので、ちょっと厚みがあったりしますという感じです。 なんですけれども、一番の特徴は何かっていうと、これ開けた時にこんな感じになってますよというところで、実は中に、実はここですね、のところにですね、まあ紙が挟まっていまして、こんな感じですね。名刺サイズの紙を挟むことができるようになってます。で、ここがですね、まああの、 文具好きな方だったら、ジョッターといえばわかりますかね。えー、まあ、メモを取るための紙を1枚、ここに固定しておくことができるようになっていて。で、実はここにですね、ボールペンがはまっています。なんで、このボールペンでこうやって書くとですね、えー、まあ、メモを取ることができる。かなりしっかりした台,台があるので、あの、書きやすくなっているので、まあ、こうやってメモを取ることができるような仕様になっています。だメモ帳プラスお財布なんですね。という形です。 で、まぁ、あ、ちょっと順番に紹介していきますけど、まぁ、あ、そんな感じになっていて、その他何が入ってるかというと、まあカードが入るようになっている、まあカード部分ですね。で、カードとあとはこれ、あの、まあ名刺サイズの紙。これあの、えっ、ー、と、ジョッターに入れるような紙の予備段階を入れておくスペースがあります。 でこっちらですね、えー、ここをビット、えー、ファスナーを開けるとですね、まあ、ここには、えー、と小銭が入るようになってますということで、ここは硬貨、えー、小銭とか、あとはまあ鍵なんかもこの中に入れられますよというふうになってます。で、えーと、紙幣なんですけど、紙幣はこの後ろですね、えー、メモの裏のところのスペースに入れるようになってまして、えー、実はそんなに広くないので、まあ、これも紙幣も数枚程度という感じなんですけれども、紙幣も実はこれ、 あの4つ折りにするとちっちゃすぎるしえと2つ折りにするとちょっとはみ出しちゃうのでまあ3つ折りぐらいがちょうどいいかなっていう感じなんですけど3つ折りにしてここに入れておくっていう感じですね。ほ本当にえと必要最低限のえ小銭と紙幣を入れておくみたいな感じになっていてそのほかにカードとそれからメモ用紙とでペンがついた形でこれが1まとまりになってますよという形の。 えものになってますすここれれとととっていればといばうことですねまあもちろんこれと一緒に携帯電話はやっぱり手放さないでしょうねということで携帯電話とこれを持ってるんでしょうけれどもまあなので、えー、お金を払う時なんかでも携帯で払う時もありますけれどもやっぱなんだかんだ言ってね現金じゃないとダメっていうまあその辺のね定食屋に入ると現金じゃないとダメですみたいなところもあったりしますよね未だにねだそういうところだとそういうのを使ったりすることもあるので小銭も一応入るようになって すとということですねあとカードもじゃあクレジットカードとかそういうのがまあスマホで全部済ませるかっていうとですね中にはえっとこういうですねセキュリティカードみたいなまあ、あの ID カードとかセキュリティカードみたいにどっかに行く時に必要な時、えー、建物に入るのに必要だったりとかあとは免許証だったりとかねそういうあの持ってなきゃいけないカードって未だにまだ何枚かはあると思うんです、まあ、そんなものを入れられますよということで。 まあカードだとまあ最大で5枚ぐらい入るってことなんですけれども数枚入れられますということですね。な感じのものになってます。で、それを1個にしてあるということですね。で、まあ、あの、まあなんでここにメモがついてるのかっていうことだとは思うんですけれども。 えーまあロドンドさんのねえ話まあどちらかというとやっぱそのデジタルデトックスみたいなところでえメモって大事ですよというようなことのようですえっ、ー、とまあ何かね思いついたと思って何かメモろうと思ってメモるためにスマホを起動したらスマホの画面に例えば SNS のえとメッセージが何件来てますみたいな画面がパッて出てくるじゃないですかでついそこ読んじゃうい で、それに返事したりとか、あとはみんながメール来てますとか、なんかそういうのをやってしまっていて、で、結局何メモしようとしたんだっけみたいなこともあるし、なんか、その、 ついついメモをするとか何か考えたりとかする時間よりも、えそれを記録しようと思っただけなのに、気がついてみるとスマホを何分も触っているっていうことってありますよねっていうことで、いつの間にかそのね、スマホに時間を吸い取られてるみたいなところをやめませんかっていう提案でもあるんですね。なんで、まあこういうところに紙が入っていて、すぐに取り出せる、まあこういうボールペンがついてますよということ。 のようですということなんですけど、ま、結構体感としてよくわかりますよねあとまあなんだかんだ言いながらあのやっぱり現金を持ってないといけない場所っていうのは未だにあるので、まあ、このぐらいのものはえっ、ー、とスマホ以外にこのぐらいのものは必要だよねっていうのはなんかよくわかる気がします実はこれあの僕あのすでにあのまあしばらくなんですけどこれまだ1月ぐらいかなとか使ってる感じなんですけれども あの傷が結構いっぱいついてですねこの傷だらけになってますこれ本革で牛革のねあのイタリアのあのトスカーナの革ということでですねまあもともとすごく全く傷がないっていうやつではなくて実際に、えー、と牛革としてはですねああのまあ、使われてる部分というか動く部分から使うあの取られている革なのでシワとかですねまあ小さな えー、まあ傷とかムラみたいなものがあったりはするんですけれども、まあ、それにしたってこんなに傷ついてるのは僕のせいなんですけど、えー、でまあ使ってるとですね、まあ、あのだんだんこう手に馴染んでまああのいろいろね、えー、とオイルがいっぱい染み込んでいるやつなので使っているとどんどんツヤが出てくるタイプの皮にはなってるんですけれどももうすでになんか味が出ちゃってますであのこれどこで使ってるかというと実は僕 あのお昼ご飯を食べに行くときにえ、某会社で仕事をしてるんですけれども、えっと、そこからですねお昼ご飯を食べに行くっていうときにです、ねえー、これを持って出るっていうのにしてます、これとスマホっていう感じですね。 で普段なら僕はあのまあミニマリストとは対局の生活をしてましてえといつもだからまあ前にも紹介しましたけれどもこういうですねメモ帳だったりとかこういう手帳とかね思ってたりしますし他のものもいろいろと思ってたりするんですねペンとかもいっぱい持ってたりするんでえこういうものだけでってことはまあほとんどないんですけど実はあのそのお昼ご飯を食べに行くって言った時って だけはだから、荷物は全部置いといて、えプラっと出ていくっていうことをするわけですよね。そういう時に、えー、スマホとこれだけ持っていくと。で、思いついたことがあるとここにメモするっていうので、これは案外、あの、普通に使えるぞということでですね。あの、まあ、本当にローランさんのおっしゃる通りというか、 何ですかね、その、スマホを立ち上げるより、まあ僕がアナログ派だっていうのもありますけど、メモ書くのこっちの方が早いんですよ。で、思いついたものを書くのはこっちの方が早いし、で、その、お昼ご飯っていうところで行くと、やっぱりですね、あの、その、ね、あのデジタルで、なんてか、あの、キャッシュレスで払えるかって言ったら払えないところもあるし、あと、必ず、えっと、その、セキュリティカードが必要ということで、セキュリティカードもいりますよと。 いうことですね。まあ、こういうカードを持っていたりとか、いうのが考えると、ちょうど、あの、本当に、ま、あの、そういうカード入管が必要な会社に、ピッてこれで入って、お昼食べて戻るみたいな時の、荷物手ぶらで出ますみたいな時に、すごくちょうどいい。なんならこれ名刺サイズのカードが入るので、ここに1枚だけ、あの、名刺を入れておくみたいなことがあるとですね、 あの、ちょうど、ちょっとね、あの、それこそ、その、なんですかね、手ぶらで、その、のお手洗いとか行ったりするときにも、このセキュリティカードいるわけですから、そういうカードを持って、こう、1枚だけ入れておくと、たまたますれ違いでね、 あのー、取引先の人に会いました、みたいな時にもですね、あ,あ、どうも、みたいなことで、えー、ちょっと初めての人紹介するんで、とか言われた時に、あ,あたあたあたってね、なりますよね。そういう時に、まあ、名刺が一枚だけ出てきます、みたいなのもよかったりします、ということで。まあ、そんな感じで、あのー、案外そういう、その、 ちょっと、まあ、普段、あと家にいるときでもですね、えっ、ー、とー、まあ、在宅も増えてるかと思いますけれども、在宅から、例えば、ご飯を食べに、ちょっと近所まで出かけて、ご飯食べて戻ってくるだけとか、買い物に行って戻ってくるだけみたいな時に、まあ、これとスマホ持ってれば十分かなということですね。なんで、まあ、あのー、本当に手ぶらのときに使う、えー、まあ、お財布かなという気がしていますと。 いう感じですねちょっと細かいところをちょっと見ていくとえっとここのジョッター部分ですねジョッター部分は、えー、入るのが名刺サイズとカードですなんでえっと名刺サイズのカードって文房具屋さんとか行くと、えー、売ってますこういう例えばこれコレクトっていうところの情報カードってやつですけど名刺サイズってなってますよねで名刺サイズの、あのー、印刷されてない あの紙もあるしあとはまあえっと罫線が入っていてこれはあの無地ってなってますけれども罫線が入っていて一個一個が情報カードということで後で整理しやすいカードになっているものもありますなんで罫線ある方がいい人はえっと横系もあるしあとは方眼形とかもあったりするのでそういう紙を使うといいかなと思います。で えー、もちろんこれ名詞も入るので、えー、っとちょっとね一時的に名詞ここに挟んでおくってこともできるんで頂い,いた名詞とかこういうとこ挟んどいても、えーまあ、すぐパッと見て見れるようなところに入るので、まあ、それはそれで良かったりしますよというところですねまあそんな作りになっています。で ええと、そうですね。あとは、このペンですけども、ペンに関しては、えっと、これゼブラの、えっと、ノック式ですね。なってます。で、これ、ノックするときはこ、これカチッってノックするんですけど、ここにちょっと出っ張りがあって、ここをですね、まあ,あの、押すと戻るっていうタイプですね。こんな感じでリリースされます。っていうものです。なんで、まあ、これ、あの、ペン先出したままで、うっかりこの中に入れてもですね、えっと、ここに入ったところで、まあ、一応、あの、リリースされたりはするので、 えそんな感じでまあ戻すということになってます。で、これ、ペンは今右から入れてます。僕、右利きなんでこれでいいんですけど、左からも入れられるようになってるんで、左右どっちからでも入れて固定することができますというとこですね。ペンの改診は 4C タイプっていうよくあるマルチペンですね。多色ボールペンなんかでよく使われる、まあ、こういう小型の芯ですね。よいしょ。はい、こんな感じです。 まあ、あの、文房具屋さんに行けば必ずあります。あのー、ね、えー、お店で一番よくあるタイプのマルチペン用のリフィルなので、これ全然普通に入れ替えができますよということで、えー、これ油性の0.7ミリが入ってますけども、まあ、あの、好みで他の芯に変えることもある程度できます。あの、ゲルインクの芯とかも出てたりするんで、そこら辺は交換してもいいかなと思います。はい、ということで、これも割としっかりしたゼブラのペンなので安心感ありますよね。 書き心地もまあ細いんであれですけれども、こういうところに。まあメモするのあったら十分かなと思います。まあ、ちょっと電話かかってきて、あのね。あのー、外行ってる時に携帯電話で電話を受けてで相手がなんか喋ってるところの品番を打ちね。あのメモっておくとか。 ありますよね。そういう時にメモとペンすぐ出てくるって結構重要ですよね。電話番号言いますとか、あの日程ちょっと、あの、ここで今言いたいんですけどみたいなこと言われた時のメモ、後で忘れることってよくあるので、えー、電話かかってきたらパッて開いてここで書けるっていうのは結構いいと思います。ではそんな感じですよね。で、えっ、ー、と、お札の空間は、あの、すごく狭いので、 ね、ここの部分は実はもうここがね一番どちらかというと犠牲になっているといえばそうなんですけど、えっと、そんなに使わないよねという前提なのでお札数枚ですね、まあ、5枚も入ればいいところかなという感じのスペースになってますで、えー、お札なんですけれどもえっと三つ折りが一番ちょうどいいですあの二つ折りだとちょっとはみ出します で四つ折りにするとちっちゃいのであの奥に入っちゃうのでこれって3つ折りにするとちょうどこの中に入れた時に取り出しもしやすいしまあよくわかるのでまあここはこまめにメンテナンスしてえと入れておくっていう感じかなと思いますなんでここにまあねえっとまあ千円札とかねこれ何枚か入っているとまあお昼ご飯食べるんだと十分かなと思います。 で、あと、こっちですね。まあ、ほんで、それで出てきた、えー、小銭はこっちに入れておくと。あと、鍵とかもね、入れられるんで、えっ、ー、とー、まあ、たまに使う鍵とか。まあ、僕は、あの、自宅の鍵は、あのー、スマホで開けられるスマートロックにしてますけれども、スマートロック効かなかった時っていうのが、 困るわけですよ。スマートロックってあの、万能ではないじゃないですか。電池が切れましたとか、通信が今何かおかしいですとかなると開かなくなっちゃうので、えー、緊急用の鍵ってやっぱりいるんですよね。で普段はスマホだけでピンって開くんですけど、開かなかった時はここからゴソゴソってやって出せるように、まあ、この中に鍵入れといてもいいかなと思います。まあ、そんな使い方ができますよという感じですね。 で、えー、まあこういうセキュリティカードとか免許書とか、まあ必要なカードですよね。で、あと紙の予備を何枚か入れておけば、もうこれで十分。まあ外行って、ちょっとね、ブラッとしてる間に思いついたことを書くぐらいだったら、こんな、このね、紙でも何枚か入ってれば十分。ね。まあ、 一枚ここには入ってるので、これで大体ですけど、で、表裏が使えるじゃないですか。で、まあ、プラスここに、まあ、5枚以下ぐらい、3枚とか5枚とかここに入っていれば、もうこれで十分。 えー、出てるる先でで必要ななメモはできるかなと思います、まあ、これもやっぱり、まあ、ちゃんと生活をするというか、ちゃんとミニマリストをやるんだったら <laughs>、ね、っていうか、これ入れっぱなしは良くないですよね。レシートとかもこういうところに挟んで持って帰るんですけど、えー、持って帰ったら必ず出すということで、まあ、そこは習慣づけるしかないかなというような気がします。ということで、まあ、こんな感じの。 えものになってますちょうどねここお金が入った時にちょっとだけここが屋根型に膨らむようになってるんですよねこの線がちょっと入っていて、えー、三角にちょっと膨らむようになってるのでお金がほとんど入ってない時はもうちょい平らなんですけど、ね、小銭が入ってるとちょっと膨れるようになってますという形ですまああのー、ほんとこれ1個あればというところに関しては安心感のある、えー、作りになってるかなと思いますということなんで ままああああののー、そそれこそね、あのーまあ、デジタルデトックスもそうなんですけど僕はどっちかというとあああののー、マ、ま、マキシマリストですか、あのー、まあ、ミニマリストから一層対局にですねものがいつも多いのでいつもなんかね、えー、リュック背負ってあのー、ねポーチをあのぶら下げて、えー、いろんなものが入っていてですねまあ、あのー、ちょっと重たい生活をしているわけですけれども、まあ、たまにはあのー、両手が空いた状態で。 まああのねフラッと出かけるみたいなのも悪くないんじゃないんですかねっていうことを言われると確かにそうかななんて思ったりしますということでまああのいつもっていうのはなかなかちょっと僕の場合は難しいんですけれどもあのやっぱりねえっとそういう場所を区切ってもそういう使い方をするってありかなと思います。僕のののの場合はだからあの持たないい時っていうのをそのえ 行って仕事をしている、えーね、あの某会社のですね、えー、で仕事をしている時のお昼ご飯を食べる時とか、まあ、そ,そこに出入りする時っていうのはこれにしてますよっていうことでですねまあ期間限定ではあるんですけれどもそういう風にしていてまああのスマホを開かなくてもメモをする時はここにメモしとけばいいかなとかまあね、えー、そんな風に思ってたりしますということでまあなるべくもの、えー、を その最近は本当にあの物を持ちすぎない本当に必要なものは何なのかっていうのをちゃんと選んで持つっていうことをあのその都度考えるようにはちょっとしてるんですけれどもまあねえそんなことをですね考えさせられるえまあお財布ということでですねえ今回はこれですということでまああのえまあいつもっていうわけにはいかないですけれども、えー ある条件にこう合ってる時はまあこれだけで十分っていうふうにして生活しておりますということでまああのね、えー、いろんな製品があるわけですけどそれぞれねあの使い分けていくのも大事かななんて思います常にねフル装備で歩いているのもどうかと思うのでということでこんな製品のご紹介でしたということで今日はこんな感じです以上です